ちゃった見ちゃった。せーの、終わり。どうかにしろって。いや、今日多いっすね。もう取れたらもジャグラーですね。でもアクロスいっとこ。アクロス一番最初に立て列55分となります。よろしくお願いします。ファンキーとかこの間早かったんで、ファンキーとかよりも先に取る人取るんでいけないっすよ。30番でも無理かな。無理です。あのね、まあいいや、ちょっとオープニングで言うわ。わかりました。衝撃的なこと言われちゃった、昨日。オープニングは交互期待って言うので。
はい、花火を打っております。ちょっとね、回転してからしばらく経ってなんですけど、とりあえず31ゲームぐらいでレギュラーボーナスをね、いわゆるなんていうんですか、斜めオアボーナスみたいな出目からっすね。お、説明してたら入った。これがここにあるやつです。これオアボーナスみたいな、そっから入ったんですけど、今回は別。20ゲームボーナス確率25分の1、ただ0の2なんでギリプラスぐらいですね。投資が2000円。はい、マイジャグ1ですね。で、初っ端ね、107ゲーム3000円ビッグで、その後は100ゲームビッグで、今ボーナス5、必勝の予感ですね、うん、いいです。両隣も元気、右が400ゲームで2の3、左が300ゲームで2の3で、ここのとこマリちゃんのちょっと世話になっちゃってるんで、まあ、正月だしね、ちょっと先輩としてはね、やっぱお年玉の一つもくれてやろうじゃねえかっていうつもりで今日やりますんで。53、しかもクレジット。いや、全然 OK。 俺一回さ、ダス東十条のマイジャグで、俺じゃないよ、俺じゃないけど、夕方のだからまあほら収録が4時までじゃないですか、ざっと4時のタイミングで6000枚出してる人見たことあるんだよね。で4時にね、確かね、ビッグも30何回とか30回ぐらい、うん、ついてたんでね、あの時ね、夕方の、まあ、3000枚、4000枚ぐらいだったら分かるけどさ、夕方ね、4時、まあ、折り返し手前に6000枚ってすごいよね。で、18、すごい、すごい。あれ、でも俺は買ったんじゃねえかな、これ。だから最近ね、早い番号の人が王者だったアクロそうめんに割とね朝流れるんで、結構ね30番ぐらいのね2乗でもね、この辺の台が取れたりするんだよね。まあまあ3、4から埋まるんですけど、たださ、中身同じじゃない、言ったらこの際。だから取れるんだったらね、全然マイジャグ1で OK なんだよね。3の2で62分の1。いや、ここのとこね、個人的には東洋上ちょっと苦戦してたんで、いや今日はいいよ。はい、現在投資が6000円でビッグさんのレギュラー3回ということで、600枚弱のメダルですね。なんだっけ、まあまあまあプラスです。で、これがビッグ中終了なんですけど、72ゲームで斜めが12回と、まあまあまあ悪くないんじゃないでしょうかと。ただ RT 中の外れがあんまりよろしくない。まあ現状試行回数もそんな多くないんですけどね、しっかりバシッとね勝ってる様を見せたいんですけどね。ちょっとね、まあ見せ場としては遅れからとか、この状態から外れたりとか、いい感じの出目はねあったんですけど、残念ながらカメラがなかったんで、 RT 中からの見せ所と、ここだよ、ここで引けるかどうか。やっぱね、持ってる人はね出せますから。持ってない典型ですよね、喋り出したらホッパーエラー。ちょっとね、オープニングどれぐらい使われてるか分かんないですけど、なんかね、牛尾さん、ま、完全にお正月モードですよね。ド S カメラマン、ド SD 判断だとは思うんですけど、
まあ、客観的に僕が見ててあんま使えそうな話をしてないんですよね。これ大丈夫かなっていうことばっかり言ってたんで、オープニングだけ見てても若干不安なんで、ちょっと出玉のというか実戦の展開も若干不安ではありますよね。ぐるり見てきたんですけど、まあ後ろさん状況良さそうですね。ただ、ジャグラー含め良さそうなラインには漏れなくお客さんがいるというような状況で、開けば移動するんですけど、そうならない限りはもうちょっと様子を見ていこうかなと。あの後ですね、467ハマったのかで、そこからポロポロって15ゲーム3ゲーム144ゲームみたいな感じで早いのが来て、でそこが出玉のピークでね、1000枚弱ぐらいかなってなったんだけど、今また365ハマっちゃってます。1518ゲームで6の5合算で138。そしてマリちゃんが隣に行きました。ただね、マイジャグこの島いいんすよね。9の8、8の6、8の12、4の9、これは6の5で、右が3の5なんだけど、へこんでんのがその台ぐらいか、まあ、へこんでんのがっていうか反応してないのが。いいよ、いいよ、いいよ。これ3000だから、いいこと教えてあげようか、いいこと教えてあげようか。この流れでここビッグ引っ張ってきたでしょう。150ゲーム以内に 100% 当たります。 100% です。他はもう安心していいよ、うん、428、ちょっとハマったけどね。どうする、どうする、開いたよ。2300で化け9、任せるよ。ただ今もこれ天国中だけどね、これとてつもない奇跡が起きてるよ。128だね。これ何ゲームまでとかありますか？ある。150。150。肉が2000ぐらい余ってる。そうだね。結構なもんだね。マリちゃんがね、左隣に移ってきましたよ。で、4の10で、2371ゲームで4の10ね。ビッグカン1800余り。ビッグカン1800余り。ってことはもう、分かってたかのように。いや、分かってたよ。8の6で122分の1。あ、言ってた。マリブさんの台今ビッグカンで2054ハマり。ちょっと光るまで行ってみたいけど。いや、行っちゃっていいと思いますよ。でもこんな台ないじゃないですか。ない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 。だからまあ高額のためになるよ。さあ、牛尾さんからバトンタッチされまして、打っておりますけれども、2050ハマりビッグカンしておりまして、いくつまでハマるんだろうとちょっと高額を兼ねてね、打っております。レギュラー確率は申し分ないんですけどね、ビッグが、600分の1ぐらいになっちゃって、まあ設定云々で言ったらちょっと厳しくなってると思うんですけど、ビッグにも下がりますんでね。まあちょっとこの新編がどこまで行くものなのか見届けようじゃないかと。
いや、生半可な気持ちで手出すんじゃなかったこの山に。とんでもないことになってますよ。2200分の1、2200ハマリぐらい今。すいません、すいません、なんか中途半端な覚悟で手を出していい山じゃなかったです。これ標高じゃないですけど、ちょっと酸素が薄くなってきてるように感じるんですよね。はい、おし、おし、まだ浮かれんなよ。一応ボーナスは2種類あるからな。2種類、2種類、なるほど。ついに、ついにやってきました。合計ですね、今こちらでございます。ビッグ間2363ゲーム、これがビッグなら、記録がここでね。はい、まあまあな記録ですね。今年30本です。ただもう1回出ちゃうとこの台打つあんま理由がお、跳ね返り81ゲーム、オールビッグ、よっしゃ。ねえ、こっちもとりあえず箱までは行ったんだけど、箱行ってからちょっと飲まれ気味、128レギュラー、現在173、箱のコイン下ろしてるよっていう状況。9の8で合算で132、まあまあ普通に前予想するならまあ4か5かぐらいかなっていう感じではあるよね。269、ちょっと余ったけどね、ビッグアイ9の9で130分の1、もう一声だよな。まあこの際どのジャグラーもそうだけど、やっぱり4号ぐらいの、合算とかで推移してるときってやっぱ楽じゃないですよね。この際、じゃあ合算が6でも、ね、終日ノンストレスで打てるかっていうとそんなことないから、だからやっぱ辛い時間をね、一瞬たりともね、こう過ごさないような展開ってなると、もう本当に 100分の1から110分の1ぐらい、せいぜいぐらいでやっぱね当て続けないとね、要所要所やっぱね揉まれたりはまったりする時間が来るからね、なんやかやっぱ辛い時間来ちゃうんだよね。まあ全然これはこれで OK なんだけど、ただそういう日をねしっかりね、こう、ああいい一日だったと言って締めくくるには、もう最後詰め、だから本当最後締めの1時間とか30分とかでやっぱコインを増やして終わるっていうのが大事だよね。はい、マイジャグでね、ビッグ感のハマりを検証したところで、残り時間はちょっとね、仮に下だとしても、甘い台ということで藤子移動してきました。まだね、そんな回ってなくてこの台自体もわからないっていうところもありきで、まあ、残り30分もないんですけど、ちょっとね打っていければなと思います。まあ、牛尾さんが結構一人で出してくれてるんで、少なくとも飲まれることのないようにっていう感じですね。おお、当たった。176、おー、ビッグ。これでそんな減らさず
エンディングを迎えられるんじゃないかというところですね。さあラスト、さあ引き戻せずでございます。実戦終了時間なんで、この次ゲームで当たりを引かなければ終了となります。はい、ということで実戦終了です。そこそこ巻き返したと思います。詳しくはエンディングで。はい、実はありました。お疲れ様でした。ねえ、この3ヶ月とちょっと牛尾さんの声が明らかに違うということで、最後頑張りましたね、結果の方。はい、じゃあマリムさんからいこうか。はい、私が投資が1410枚、回収がこちら433枚、977枚の負けでございます。あとは先生に託しましたということで、最後ね、一伸び合ってくれてたよかったですよ。投資が141枚、3000円、はい、からの、はい、1640枚ということなんで、約1500枚ほど、はい、ということでプラスになりましたんで、収支の方がプラス522枚、いいんじゃないですか。タコ出しですよ。タコ出しですか。ただ僕らの勝負まだ終わってませんから、今日あどうしますか。本当にこれスクラッチで一等とかってなったら、デフォルトが30とか50だと思うんですよ、一等がね、っていうのが当たったらですよ、まあダイエットグッズを買うのはもちろん、それでもお金がちょっと余るわけですよ。これをどう見てる方に納得いく形でお届けするかって言ったら、僕一つしかないと思うんです。何でしょう。オフ会です。オフ会。オフ会。オフ会。あ、オフ会をじゃあ僕らが企画して終わると、はい、そうです。いうことですか。スクラッチオフ会全然いいじゃないですか。一等当たればですよ。それかばらまいてツイッターのフォロワー増やすって言ってもらいますよ。ねつい先日、はい、100万円100名様っていうのがありました、ね、ありましたね。どうしましょうか。50万円だったら5000円、100名様、5000円を10人に配ろう。どんだけケチなんだ。出ししぶりにもほどがねえか。鉄壁の。うまいです。まあ当たったらですから。まあ当たったらだから、なんなら今が一番楽しいですよ、こういう話してる時は。じゃあ早速買いに行きましょうか。行きましょうか、はい、行きましょう。こちら3等以上の天敗系のみを残しました。そうですね、当たれば1万円以上、どれも早速いきたいと思います、はい、僕は3等と2等の天敗、はい、1万は10万外れ。まあそれはそうですよな。これがね、これはベルだから3等天敗だな。3等か3等かカス6等。はい、カス当たった。いや、チリツモですよ。カス当たりました。まあ、チャラってことですからね、これ1枚200円なんで。チャラチャラ、はい。魚とあの足跡以外だったら当たりなんで、これ魚だからダメだ。おお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 お、来た来た、1万円勝った、勝った、ちょっと勝ったな、1万円デカめ来たじゃん。勝った勝った、まさか当たるとは思ってなかったから。お金増えたよ。増えましたね。ということで1万400円。そうね、1万400円。はい、こちら3枚当たりましたということで、元手が6000円なんで、はい、4400円増加と。どうぞ。やりましたね、そうね、という感じで。プレゼントないですか。ないです。大丈夫ですか。うん、それはないです。すいません、はい、あの自分で何とかしてください。はい、という感じで、まあいい一例になりそうな、そうですね、会になりましたので、おめでたい会ですね。おめでたい会という、本当に当たるんだと、はい、いうことで、という感じで皆さんも僕らみたいにパチスゴで勝って、宝くじでも勝って、またそこでも勝っていい一年にしていただければと思います。ナイスバディはまた来月からですね、はい、しっかりね、あの体重の方も管理しながら、身を引き締め、心を引き締め、はい、勝利に向かっていきたいと思いますので、はい、来月もよろしくお願いします。それではこの辺でさよなら。